過ぎました12月2日土曜日の13時から行われた宜野湾市の救急消防フェアに取材に行ってまいりました。こちらはですね、宜野湾市の市役所の駐車場にて行われたフェアです。こちらのフェアではどのようなことが行われたかといいますと、消防車両の展示、あとははしご車の乗車体験などがありまして、写真ではね、乗車体験が映し出されてるんですが、こちらすごい子供に人気のものになっておりました。またこちらはですね、お子様たちがちょっと体験できるコーナーで、水消火器訓練というのが行われておりました。的に消火器で当てて倒すっていうのだったんですけど、こちらもすごい人気で、で皆さん消防隊の方にレクチャー受けながらしっかりね学んでいました。とても可愛いですね。こちらはペットと避難する際どのようなものが必要か、まあ、人間だけでもね避難するの大変ですが、もしペットの家族のペットと一緒に逃げるときにこういったものが必要だよというものも展示されておりまして、ペット飼っていらっしゃる方はぜひ参考にしてみてください。で続きましてはこちら室内なんですが、心肺蘇生法のレクチャーを実際に受けられたり、人形を使ってレクチャーを受けながら実際に心肺蘇生法をやったり、あとはミニチュアの家具転倒防止模型がありまして、お子様もね楽しくちっちゃい模型でどういった感じで転倒してしまうのかとか、あと転倒を防止する方法とかっていうのもやるキャラバンの人たちにしっかりレクチャーを受けることができました。でこちらはですね、この体験ブースでスタンプラリーが行われておりまして、スタンプを3つ集めるとこちらの防災グッズ、あと防災食がプレゼントされるという企画も行われておりまして、防災食もすんごい種類が多くて、うどんだったりご飯だったりカレーだったりとか、ね、ぜひ皆さんも食べてみて、ローリングストック法ぜひやってみてください。でこちらは子どもたちと一緒に、避難時の持ち出し物を考えたりとか、実際に考えてみたり、あとはクイズ形式でやってたかな。あと別のブースでは毛布で担架体験ということで、もし担架がなくて怪我人がいた場合、毛布で代用できる実際にやってみようというコーナーもありました。ということで宜野湾市救急防災フェア2023ちょっと取材に行ってきたので、こちらいざという時に備えて行動できるように皆さん心がけていきましょう。すごいね、お子さんたちが多くて、とても皆さんなんだろうな、意識づけになったのかなと思います。12月年末年始忙しい時期ですが、防災しっかり取り組んでいきましょう。はい、ということで今回はアフレコでお届けしました。